行く先になるんですか。わしらを攻めに来たんだろうか。お役人たち大丈夫だろうか。1853年7月、時のアメリカ合衆国大統領フィルモアの手紙を持ってペリー提督が日本にやってきました。お侍様。大丈夫大丈夫。わあすごい、後ろ向きにも走れるのか。下ろしてくださいまし。ではありませんね。黙って行かせてください。何をするんです。大丈夫大丈夫。一体あなたは。あ、行こう。黒船見物だろう。そこにいたのでは船の釣り合いが取れない。ここへ。ん、俺は蒸気機関を見たいんです。目の前で。でかい。でかすぎてようわからん。はあ。黒船来航。ヒヨウが生まれた年に起きた大事件です。しまうから、早く行って。甘い連中だな。あ、三人ちゃん、ヒヨウ。六蔵、ご苦労だったな。あ、姉ちゃん。姉ちゃんはしばらく預かるぞ。貴様も一緒に片付けてやる。牙を剥かれれば野良犬は噛みつくと言ったぞ。マユが人質にされたんだ。小村で出て行ったら帰って危ない。大丈夫だ、小村はあんなカラクリに負けないよ。彼らのカラクリはスチームなんだ。ゼンマイの小村は先に動けなくなってしまうぞ。銀ちゃん頼む。ヒヨ。大丈夫、その前に姉ちゃんを助ける。行くぜ、シシ。おう。待ち、ジョーゴ。分かった。
持ちもっと。でんでん、でんでん、あっちのでんでん。ああ、ゼンマイまだ仕掛けてねえとこあるじゃねえか。兄ちゃん、いいか、全部のゼンマイが切れたら終わりだぞ。ああよし、行くぜ。でかいだけのからくりが、片付けてやる。ここは館狼に。また来た。止まった。止まった。あ、スチームエンジンとは蒸気機関のことですね。蒸気の力を利用した当時最新の動力の総称です。日本にもこの数年前から蒸気機関車の模型などは輸入され、それを真似たものを作るからくり師もいました。しかし実用段階に移るのはまだまだもっと先のことです。大丈夫か？もう巻いてある予備のゼンマイはない。手分けして巻こう。もうないの？お前が昨日勝手に走らせたからだ。あの後巻いてなかっただろ。だからホムラが勝手に走り出したって言ってんだろ。獅子が悪いんだよ。あれ？待て、お主には分からんのか。たとえ子供でも敵を討ちたいという気持ちに大きい小さいはねえ。獅子、何やってんだお前。決まってんだろ、母ちゃんの敵討ちに行くんだ。ベンベラボー、やめろそんなこと。お前なんかに関わりねえ。俺は行く。ああてめえ。いいよ。ベンベラボー、ゼンマイ巻いてけ。いいよ、待ってよ。私も行く。マジ？ヒヨー！
前、風神か。俺はカラクリの腕を磨く旅をしている。勝負しろ。いいよ、行こう。今急いだんだ。またな。今やろうぜ。何すんのよ。危ねえじゃねえか。やろうぜ。それともこの嵐のカラクリが怖いのか。怖い。正面から行け。名乗りを上げてそのまま突っ込むんだ。どうした。まずは一人だ。行け。なるほど、しくじった者は仲間でも殺されるか。川沿いに戻れば出くわすと思ったが、やつら森を抜けるつもりか。ん？どうした？死んでる。そうだ、俺もお前もいつかこうなる。だから思いを残すような生き方はしちゃいけねえってことだ。日本に攻め寄せている異敵どもを打ち払ってやるんだ。南蛮のカラクリをぶっ壊す。お前もどうだ。なんでそんなことすんだ。決まってんだろ、面白いからさ。何あいつ、あいつなんでやめたんだ。え、いいか、正面から頭だけを目指せ。だけどカラクリの上にいます。たどり着く前に俺やられるか。やるかやられるかは問題じゃない。それとも敵討ちをやめて帰るか。いいか、自分の気持ちをごまかして思いを残して死んじまったら何にもならねえ。それは男の生き方じゃねえ。男ならひとたび決めたことは貫き通して死んでいく。それが誇りというもんだ。手下ども俺に任せろ。はい。カラクリだ。カラクリがいます。何をやっている。カサカシマネオ、いつまでも構うな。シシ行くぞ。シシシシ、ベンベラも助けてやったんだろう。うるせえ、余計なことしやがって。余計じゃねえ、あんなとこ突っ込んで殺されちゃったらどうすんだよ。関わりねえ、そんなこと。関わりなくねえ。関わりねえ。関わりなくねえ。俺には関わりねえんだ。恨み晴らすためなら死んだ。
くり勝負だ。行くなら俺に勝ってから行け。勝てないからって逃げるのか。遊びには付き合えん。その気になったら。お、そうだよ、遊びだよ。こんなの遊びだよ。危険だ。ずっと川の中に使ってただろ。ちゃんと調べなきゃ。ヒヨ、まだ調べてんの。ヒヨ、まだ。二人とも行くぞ。下手くそ。レベルは？シシ、リオ、早く。そこまで来てる。よし、シシ。なんだよ。リオ、何してる？どうせここで逃げたって、あいつらすぐ追ってくる。だからってどうする気だ？いいこと考えたんだ。いいこと？くぜ。確かにそれがスチームエンジンの弱点だ。だけど兄ちゃん、今度はゼンマイ大丈夫だろうな。ああ、でもお前どこでそんなことを思いついた。いいか、シシ。この館狼をまともに受けるつもりか。
面目ございません。一旦新月に戻り、親父殿の命を待て。しかしあのからくりを放っては。新月に帰れ。あいつを追うなど俺一人で十分だ。原田さん、寂しそうだな。何の、正直言うとほっとした。お主こそどうしたんだ、子供たちと一緒にいないのか。いや、わしも振られた。どうしても高山へ行く気らしい。ああ。で、お主、本当は何者だ。ん？まあまあ、江戸までご堂々ご堂々。俺は玉の知り合いの道場に行くんだ。慣れ慣れしくするな。まあまあ。いいか、今回はちょっと熱くなりすぎたが、俺の考えは変わらんぞ。ヒヨウたちは村を襲った風神からやっと逃れて旅に出ました。しかし目指す飛騨高山へは、子供たちにとって想像を絶する苦難の道のりが待っているのです。やるか、病気になって困っていたら、親切なおじさんとおばさんが助けてくれた。久しぶりにうまいものも食べられて大満足。でもこの家のこけしが俺たちをじっと見つめていた。次回、からくり記念秘宝戦記第5話、さいなら鉄とこけし。からくりはちょっぴり歴史を変えるかもね。